昔あるところに恋人を亡くした一人の魔法使いがいた。彼が求めたのは師匠を蘇らせる禁断の秘宝。両部門を犯すものに振り返るというのは厄災のみと知りながら、何より人は求めるのか、人知を超えて魔人の力を。吹きすさぶ風は砂を巻き上げて、我が旅人の行く手をかばう。神の道連れはいとものラクダ、丘を乗り越えて町へと向かう。魔法のランプが欲しくはないか、三個歳ヘゲの男が囁いた。薄暗い道裏での駆け引き、彼は男が待ち出した条件を飲んだ。ランプをこするとマーチンが現れ、三つの願いを叶えてくれるという。願い事も一つ譲るという条件で、彼はそのありどもを聞き出した。そのランプは何世になる洞窟に封印されているという。形が悪いという男の代わりに、彼は穴の中へと降りた。ラブクの下には大きな空洞、冷たい空気が背筋をかすめる。洞窟の国は足裂いた半オのランプと古ぶた絨毯。ランプを手に取ると、洞窟が映れた。ランプを廃墟へようこせ、男が叫んだ。忘れ物はありませんか？暗い闇の中、懐かしい声を聞く。温かな光、愛しい声を聞く。そして彼は願った。吹きすさぶ風は砂を